わしらの力を与えよう。面白い。この者たちに核変が起きれば、わしらの仲間じゃ。それで見定めるとしよう。わかりました。私は鶴と申します。どうやって戦うのですか。住友殿、高房殿、藤田殿は。
それでは鶴姫さんは中堅に、巫女さんは一番後ろに。ユーガオと申します。ユーガオさんは常に鶴姫様の後ろにいてください。そして鶴姫様が倒れそうになったら背後から気を送ってください。鶴姫さんは力が体に満ちたら攻撃を開始してください。わかりました。従ってみましょう。Thank you.
踊ってください。前衛を警備さんと安成さんと里美さん、中堅を鶴姫様と清明様と時代屋さん、そして後衛を夕川さんと木戸丸さんでお願いします。あっち、なんでお仕事してんの。私がお話します。木戸丸さんの力は相当強いものがあります。夕川さんと一緒に動いてください。なんだかよくわかんねえが、やってやろうじゃねえか。大輔、こちらです。人権は崩すな。分かっております。マリアットマカイの戦、我らが様どこはその辺で言うか。貴様らの人権ごと吹き飛ばしてくれよぞ。鬼呪い歌を。知らぬ女子は厄介なもの。とりあえず黒魔術軍のやつらに一泡吹かせたんだ。よしとしようぜ。あの謎の者たちはどこへ消えた。不思議な者たちであった。しかし滝夜叉の言う通り、黒魔術を仕留められなかった月は降りかかるから気を締めていかない。そういえば、才蔵は